はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、モザイクのアジアですね。はい、こちら一箱で MRZ さんからご依頼です。はい、じゃあこちら一箱開けて、発送はまだ待機ということで了解します。梱包して、箱の方に、ね、入れておきます。で、MRZ さんはハサミね、2パックずつ。よいしょ。よいしょ。最近やっぱりよく売れ始めましたね。まあ、在庫はね、そんなにちょこちょこしかアップしてないんですけど、結構やっぱり代行屋さん使って外国の方は使われね、買われる。うちのホームページ普通に買えますけどね、クレジットカードかペーパルでね、代行屋使って買う人も結構いるんですよね。はい、じゃあ行きます。ホーホーくん、ジャレットアレン、カワイさん、で、赤、せーの。ジェジェジェ。怪我治った？ちょっと怪我だったようですね。ビンスカーター。まだ戻ってきてないよね。よいしょ。まあ、実力ある選手ですからね。はい、イングラム。ディアロ。フード。赤、せーの。フェイバース。デリックフェイバース。で、ルーキーはカルバーのルーキー行きました。このね、ちょっと埃が。よいしょ。はい、タイヤス。まあ、ルーキー系がね、赤と、まあ、金も出ればいいんですけど、まあ、3枚ぐらいパラレル出ればね、いいんですけどね。リラード。赤、せーの。お、タッコさんだ。スリーも打てるよ。スパッといかないけどね。あ、モラントきました。スパッと入んないですけど、スリも打てるよっていう。はい、タコさんの赤きました。これで赤1枚目ですね。で、モラント、赤ルーキー、目標3枚ぐらいです。ルーキー系ね、まあ、2枚ぐらいだとちょっとね、うんですけど、あとはまあメンツですね。イングリス。お、金だ。せーの。ドワイト・パウエル。はい。マブスですね。コディ・マーチ。よし、じゃあもう一枚の金はルーキーであることを、はい、祈りましょう。まあ、金のルーキー率は3割ぐらいですよね。だ12パック。12パック中3枚ぐらいがルーキーパラレル出ればなんですよね。前に PP やった時5、6枚確かルーキー系が絡んだのかな。そういうのもありますよね。せーの。お、カリーですね。まあこれはこれでいいんですけど、うん、どっちかというとルーキーの方がいいんですよね。でもカリーの USA ですから、下手なルーキーよりは全然。はい。これも全然いいです。当たりですよ。ツンゾ、ね、モーリス、グリーン、赤だ、せーの。うん、はい、デイビスくんね。よいしょ。で、ヘイズ、まあ、まだね12パックあるんで。そう、12パックなんですよね。なかなかやっぱりこのお値段ね。さあどうだ、赤だ、せーの。カペラッチョ、ちょっと赤のメンツがねルーキー外ですね。うん、昨日ミッチェルとかいろいろスター系も、まあでもカリー出てるか。もうちょっと上位どころがいいですね。ランブ、ビール、
パウエルだ。で、赤、せーの。テレンス・ロス。もうちょっと上がいいな。ルキー・ガーランドですね。はい。コネドリ君とね、仲良くやってますね。セクストンもやっぱね、すごいですね。人気出てきましたね。シュローダー。ジャバリー。グラハム。赤ですね。せーの。奥さん。はい。これでルーキー2枚目ですね。まあ、ハイナンバーで考えれば、それとカリーですから。まあ、カリーもルーキー系になってる可能性もあったという枠ですからね。あと、金がもう1枚あるから、それがいつ来るか。まあ、いいですね。バグリ。赤だ。せーの。デロンライト。なんか、あ、サイブラいいですね。シクサーズも調子いいですね。すごいね。献身的ですからね。守備もやるし、一生懸命。動きはいいですね。若いっていいですね。はい、エンビード。ジョー・ハリス。ビーバリー。で、赤、せーの。テイちゃんか。ちょっと赤のメンツがね、タッコさん。はい、最後、これが、じゃあ金かな。はい、あ、金ですね。はい。30% ぐらいですかね。どうだろう。金ですね、せーの。あ、ラリーバードか。まあ、全然いいんですけどね。このハイナンバーの枠ですよ。あ、最後ヒーロー来ました。なるほど。はい。ここがね、ルーキーになるとまたいいんですけどね。ハイナンバーのラリーバード。まあ、悪くないですよ、全然。ラリーバードですから。よいしょ。ということで、まあ、この箱的に言うと、4回チャンスがあったのかな。よいしょ。ハイナンバーの金、ラリーバード。それと赤のカリー。ね。で、そのハイナンバーの方でルーキーの方が出てくれればいいんですけど。まあ、カリーも USA だからね。ちょっと贅沢は言えないんですけどね。ラリーバードもね、ホールフェーマーで、レギュラーカードにいないですから。モザイクのカードとしてはこれが唯一ですから。ただ、ルーキーの方だよね。分かってます。はい。いや、すごいんですよ。ラリーバードの金ですから。それとカリーですから。USA ですから。はい。ということで、ルーキー系の光は2枚ですね。はい、それとラリーバードとカリーっていう感じです。まあ、ルーキーカード系はね、ヒーローも出て、カルバーもいてっていう感じで、まあ、中堅どころが多かったかな。ガーランドもいましたね。あと、ガイト。っていう感じでした。はい。というところで、また、梱包してボックスに入れておきます。はい、ありがとうございました。